北朝鮮の労働新聞が9日、終戦宣言発表で、朝米の間に軍事的な退治状態が終われば、信頼づくりへ向けた有利な雰囲気が用意されるだろうとし、米国の終戦宣言採択を再度、要求した。新聞はこの日、論評で、終戦宣言は時代の要求と伝えた。新聞は、 シンガポールアサベイ首脳会談はアサベイ敵対関係を終わらせ、朝鮮半島と世界の平和と安定を保障しようとする崇高な目的で行われた都市、朝米が終戦宣言という段階を踏まなければならない時と主張した。続けて、我々共和国政府はずっと前に朝鮮半島で緊張状態を解消し、 強固な平和を保障するための最も合理的な方法として終戦を宣言し、停戦協定を平和協定へ変更することを発揮した都市、双方が共に動いてこそ実現できると強調した。北朝鮮は先月初め、米国のポンペオ長官の訪朝以降、各メディアを動員して、 米国へ向けて終戦宣言の締結を要求するなど構成を展開している。